滝川一益は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将です。織田氏の宿老であり、主君織田信長に従い、天下統一事業に貢献したことで知られています。若年の頃、華州堺に出て、鉄砲の射撃と製造技術を学んだとされ、百発百中の腕前を披露することにより信長に召し抱えられたという逸話が残っています。一益は、信長が甲州征伐を起とした際に、武田勝頼を討ち取るという大きな功績を挙げました。結果として、一益は上野国と信濃国の小佐方軍と佐久軍を授かり、織田信長によって関東御取り次ぎ役に任じられました。また一益は茶の湯をこよなく愛したとされており、甲州征伐での恩賞について尋ねられた際に、領地ではなく茶器を所望したと言われています。